榎本です。よろしくお願いします。本日は浄土宗総本山智慧院布教師の河野信玄様にお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、でいつもお世話になってます。で今日もまたちょっとね、はい、質問来てますので、すいません、お願いします。はい、一般の方同様、はい、お寺様も位牌を作るのでしょうかという質問が来てまして、はい、ありがとうございます。はい、はい、宗派によっては多少違いがあると思うんですけれども、はい、我々浄土宗のものにとりましては僧侶用のお位牌を作ります。はい、作ります。はい、まあ、お位牌というのは、以前に、はい、あのお仏壇チャンネルの方で私出させていただいて、はい、そしてお位牌とはというところで詳しく説明させていただいておりますので、はい、もしよろしければそちらの方をご覧になっていただけたらありがたいです。そちら見ていただくとより深く分かっていただけると思います。あとはいえ簡単に申しましたら、はい、お位牌というのは御霊お魂の、はい、まあ、よりしろ、はい、宿るところでございますので、はい、お勤めの時であったり、はい、一周忌や三回忌などといった年会法要、はい、まあ、いわゆる法事ですね、はい、そういう時、まあ、僧侶が亡くなった後でも巡ってまいりますので、そういう時にはお位牌が大切になってまいるわけでございます。はいはい、ただそこで一般の方のお位牌と、そして我々僧侶のお位牌には形がちょっと違っているんですね。はい、まあ、そこは百聞に一見にしかず、一度見ていただいたら分かりと思いますので。わかりました。はい、でまずこちらですけれども、はい、こちらはもうあの在家様用の、はい、まあ、一般的なお位牌 で、 そうですね、はい、まあ、装金は装金なのですごくきらびやかにはなってますが、まあ、一般的なお位牌ですね。はい、はい、で続きまし て、はい、こちらですね。はい、ありがとうございます。はい、こちらがあの僧侶用の、はい、いわゆるお位牌でございます。はい、まあ、見た目にどのように映ってるかちょっとね、はい、あのこちらから確認はできないんですけど、はい、おそらくちょっと丸いなっていうのが伝わっているかと思うんです。はい、この角のところがね、はい、こう丸くなってましたね。そうなんです、角がね、はい、丸でございます。でもう一つもちょっと大きいのもありますんでね、はい、失礼します。こういった形で、はい、これも頭がそうです。こちらもあの我々僧侶用のお位牌でございますが、はい、まあ、違いといったら一番はここですね。やっぱり、てっぺんがこう丸くなっております。はい、これはどういう、まあ、意味かといいましたら、冒頭位牌といいまして、はい、また漢字がちょっと一文字違ってまいりますけど、はい、読みは一緒で冒頭位牌と申します。はい、まあ、坊は、まあ、お坊さんの坊、はい、まあ、僧侶のことで、塔はあの仏塔とかの塔でございますのでね、はい、長細い。そして、こちらはお坊さんの頭、はい、まさしくあの一般の方のイメージは、はい、あの一休さんとかで、まあ、ちょっとこうつるつるな、はい、つるつるの丸い頭というね、はい、イメージがあると思うんです。はい、私も、まあ、そのために沿ったわけではないんですけれども、はい、普段からちょっと剃髪させていただいておりますが、こういった丸いっていうね頭、はい、それを模したものが、あ、お位牌もね、こういう僧侶用のお位牌ということでございます。そうですよね。うん、普通の在家さんというのはこう、ここの角にこうなってますし、はい、特にその角ですね。でこの横から見てもね、こう横がシュッとこう、はい、板みたいに垂直に落ちてるんですが、はい、このお寺様用はその先ほどおっしゃっていただいた頭がこう丸かったり、こう横から見てもやっぱりこう厚みが、角がないです。はい、もうつるんとしております。してるんですね。その違いでございます。はい、ですのでお位牌のその中身や役割については、はい、もう全くもって一般の方のお位牌と同じでございますので、はい、あ、同じなんですね。そうなんです。はい、でも見た目だけでもちょっと違いにね、はい、あの大きなところではなってくると思います。はい、ちなみに、はい、あのお墓、お墓、はいはい、お位牌と違ってお墓の形も、はい、一般の方のお墓とまた我々僧侶用のお墓の形が違っているケースが多いかと思いますよ。はい、我々僧侶型のお墓はですね、はい、卵型卵形、はい、そしてまた無宝塔とも言いまして、うん、縫い目がない塔ですね、お墓。うん、ですからつるんとしてる、まあ、まあ先ほどから言ってる丸いというか、丸いばっかり言ってますけれども、はい、まあ、そういうことですね。はい、まあ、こちらの起源起こり、まあ、諸説あるんですけれども、はい、一説にはあの宋風形式と言いまして、はい、宋はあの中国の宋という時代、その時に流行った形の、はい、
墓の形だと言われております。なるほど。でこの丸いっていう卵、はい、縫い目の前につるんとした丸いっていうのは何を表すか、はい、何を表しておるかというと、これもまあ諸説ありますが、はい、まあ、一つにはあの悟った境地ですね。悟り、それが角張っていない、はい、角張った煩悩が全て取れて、はい、つるんとしたまん丸、はい、これをまあ専門用語で大円境地とも言います。大円境地、はい、はい、まあ、円ですね、大きな円、はい、それをかたどったものでもあると言われますし、はい、また一説には如意宝珠を表しておる。如意宝珠、こちらがちょっと分かりいいかもしれませんね、はい、ちょっと尖っておりますね。尖ってます、はい、スーターが、これが、まあ、意のままに、心のままに願いが叶うっていうね、そういう力エネルギーを持った宝の玉、如意宝珠っていうんですけれども、まあ、お寺の欄干であったりね、そういうところにも橋の欄干であったり、はい、こういう玉、見たことは、はい、あります、あります、あります、はい、そういうふうな形取ったものと言われることが多ございます。はい、大切なところはあの中身はお位牌もお墓も、はい、一般の方と我々僧侶ということはちょっと違うんですけれども、はい、その持つところの役割や中身は全て一緒でございますので、はいはい、僧侶が上だとかね、はい、一般の方が上だとか、そういうことは一切ございません、はいはい、ということで、はい、まあ、一つ私も勉強させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。